こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は楽しみ中の楽しみ、ワクワク中のワクワクでございます。というのも、私も大好きなあのラーメンの天下一品さん、唯一無二のこってりラーメンのあのお店がこの度50周年記念ということで、こってりの上を行きます超こってりラーメンを誕生させたんですって。これはもうどう考えても見過ごすことができない事件ですよね。というわけで本日私、中野にやってまいりました。なんでもそのメニューが1日5食限定なんですって。だからもう激レア中の激レアメニューということなんですけれども、中野の商店街やっぱりいいよね。小道マニアにもね、嬉しい街ということで、こういった道がたくさんあるんです。そしてボンさんのメープルメロン、とろりの感じ、なんかやっぱりこのとろんとした感じってそそられるよね。どう考えてもカレーパンもとろんとしてるもん。でこの道の映える感じ、いい横丁ですよね、立ち寿司横丁さん。さあ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 、到着したのではないでしょうか。こちらが天下一品中野店さんでございまして、あるあるぞ、超こってり中野店で限定販売中と書かれておりまして、先行販売がこの期間で中野店さんでございまして、通常販売期間が2月1日から28日まで、他の店舗さんでもやってるといったイメージでございまして、1日先着5食限定と。でなんとこちらの店舗さん、すぐに飲めるこってりスープも提供されているんですね。コップでこってり、ただいまは店内にてご注文受付中と書かれております。さあというわけで入店しましたけれども、なんと中野店さん、めちゃめちゃカフェみたいなおしゃれな作りっていうんですかね。僕が行き慣れています店主さんとはまた違った雰囲気の店内、テーブルとソファーのボックス席の感じだったりしまして、メニューも見たことない追いスープ、キムチライスセットとか、こういうのあるんですね。キムチライスのうまさ倍増、自慢のこってりスープでおじや風にですって。そして調味料置き場もこういった感じで、これ大、これね、僕も自分の部屋の壁にこういうのつけたいって思ってたの。それその感じで調味料が置かれてるの、勉強になる。これ便利だよね、やっぱこの台あったらね。ってことは他にも、あ、ほらほら、なんか変わったメニューいっぱいあるぞ。がっつり食べたい新メニュー登場で、豚キムチのせチャーハン定食とか、うまそう、うまそう。でチキン南蛮定食、そしてチーズパンラーメンに粉チーズのせてっていう感じの食べ方ができたりですとか、あららら、ちょっと待ってよ、なんか楽しいメニュー、あ、これ中野定食、あららら、中野定食というメニューがあったり、この店舗さん限定のメニューなんですね。わんぱくだな。そしてこってりスープ増量とか、そういったこともできたりすると。でこれ何、あかんこメニューね、あかんあっさり、あかんこってり、あかん屋台の味で、あかんチャーハン、これあかんね、確かにこれあかんね。で、あかん餃子、あかん鶏の唐揚げとあります。で出ました、納豆ラーメン、これもうまいんだよね。どんなん出てくるんだろう。もうこれ倍ぐらいです。うまいです。あ、そうですか。うわー楽しみ。ご飯食べたくなりますか。そりゃそうです、だって普段のやつもあんな美味しいんですもんね。ご飯かけて、ご飯にかけて食べると、あれの場合うまいです。味がもうしっかりしてる。いや本当に僕だから予備知識なしで来てまして、もう現物届いてドンで感動したいタイプなので、もうワクワク。はい、お待たせしました。はい、超こってりラーメンです。いただきます。どうぞもうこってり
スープのこうねり方というか、こってりですね。香るな。すごい香るな。いい香り。さあ登場しました。天下一品さん50周年の超こってりラーメンでございます。ご覧ください。器の雰囲気がもう重厚ですよね、柄が。黒に金で屋台マークとか龍かなこれでロゴとかあります。でちょっとスープごと動くみたいな感じになってませんか。いや見るからに濃厚。いただきます。とうとう夢にまで見た超こってりラーメンのそのスープ。玉ねぎ、これ玉ねぎとか入ってるのかな。でスープの中にも細かい何かがたくさんちらついておりますが、その滴るスープの滴り方がもう濃厚でしたよ。すっごい美味しい。何これ、天一以上に天一の感じ。何これ。で食べるスープの感じ、玉ねぎの感じがシャキシャキして、舌触り当然めちゃくちゃ濃厚。とろっとろスープの中でシャキシャキ玉ねぎの後味が爽やかに吹き抜ける感じ。口に入った瞬間これだけ濃厚でうわーって押し寄せてきた後に爽やかな締めくくりを楽しめる。で癖になるやつ、うまい。最高だね。だから中身がめちゃめちゃ濃くて、あんだけ盛り上がった漫画の最終回が意外とさらっとふわっと終わるみたいな、味の20世紀少年みたいな、もうこのスープと友達みたいな。おーうまい。ちょっと待ってよ、このスープが1日5杯分しかもう作れないっていうこと、作らないのか作れないのか分かりませんけども、スープだけでも持って帰ってもうクピクピグビグビ飲みたいっていうぐらいの、あれ待て待て、で麺にどんだけ絡むのこのスープ。麺自体はいつもの店主さんの麺っていうことなのでしょうか。凝縮されてます。だからさらにパワーアップしながらも、でもくどくないというか、あのくどさがあってうわってならずに、あの美味しさがしっかり突き抜けてるといったイメージ。で玉ねぎのアクセントがあるからどんどん食べ進められるっていう味わいですよね。そ うまいな、感動しました。どんだけ持ち上げんだよこれも。スープが麺に絡む様子よ。所狭しとスープが絡んできてまして、もう麺とスープめちゃくちゃ仲良し。半端ない。本当にこのスープの感じがもうあんかけ通り越して、もうトロトロのなんか オムライスのさ、そこまでいっちゃってるぐらいのスープかもしれませんよね。でこれよく見たら麺の長さが短いってことだと思います。普段の麺の長さだとスープ持ち上げすぎちゃってすすれないってことで半分になってるってことだと思われます。めちゃめちゃすごい。麺この一すくいに対してのスープのついていき方が尋常じゃないから、もう味のカルガモ親子みたいな。いやドリューム。だ天一さんのラーメンでさ、こんだけこってりしてるから豚骨って勘違いされる方も多いイメージなんですけども、これね鶏ガラと野菜だしなんですよ。超いっぱいの野菜と鶏ガラで
めちゃくちゃ時間かけて煮込んでるやつをさらにこってりさせてるっていうやつ。うん、麺を一つすりして一口噛んだ瞬間にスープがそこからじゅわっとあふれ出してくるんだもんね。フルーツと小籠包以外ではありえないと思ってた体験がここでできました。うん、いや美味しかった、食べちゃった。あの麺の長さが半分とはいえ量まで半分なわけじゃないの、量はちゃんとあんの。でもなんかもう夢中になって食べてるうちに麺終わっちゃったよ。麺食べただけでもうスープがあとこれしか残ってないくらいの状況です。あ、麺まだちょっとあったけども驚くべきは丼にね文字書いてあるの分かります？本当は文字が書いてあるんですけども、それを読ませないくらいのスープのこってり感なの。本当はここにあの明日もお待ちしておりますって書いてあるのよ。もうこれ行かずに終わるなんてことできませんよね。せーの、はいと、はいと、はい、来ました。なんていう食エンタメ、これ楽しい。もうこれ確実に美味しいじゃんこれ。笑っちゃうしかないよ、もううますぎて。なんだろうこれ、食べるだけで笑うっていう感覚を引き出されちゃう、このスマイルとラフを両方引き出されちゃうこの感じ、なんだろう。でやっぱり最後の締めのこれといえばからし味噌も絶対に外せませんよね。うーん、これでまたインパクトを出しまして、うん、抜群。味噌感、ピリ辛感、そしてニンニク感、超こってりにさらにパンチが加わってくる感、うん、締めのおじやのこってり感ももちろん超こってりおじやでございます。これが2月1杯限定ってもうちょっと意地悪のレベルよ。ここまでくるとこんだけ美味しくて5食限定で2月いっぱいまでリピートさせてくんないっていう、なんか笑うセールスマンとかで一瞬いい思いできたけどもうダメなんだみたいな、その感じになっちゃうようなやつじゃん。うん、ごちそうさまでした。いや本当にいい夢見れました。というわけで天下一品さんのラーメン食べてまいりましたが、いやこれほど名前負けしないお店もなかなかないなっていうくらい本当に天下一品のラーメンですよね。いつもあるこってりがはっきり言って超こってりって名付けていいくらい超こってりじゃないですか。でそこに対してさらに超こってりってなると、もしかしたら濃厚さが先に行き過ぎちゃって食べにくくなるんじゃないのかっていう懸念もある中で、麺の長さから玉ねぎ入ってる感じとかいろんなことでそれをクリアにしてて、楽しく美味しく超こってりと向かい合えるめちゃくちゃ素敵なメニューでございました。本当に美味しかったです。1日5食限定なのでだいぶ争奪戦の感じになったりしてるんですけれども、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ディスカバリーさんからのコメントで、今更ですけどいつも誰と思いながら見ています。おかしいよね、なんで認識してくんないの。毎日僕動画の冒頭でこんにちはハイジーですって名乗ってます。じゃあ今日この動画を見てくれてハイジーの動画だったなって思いながらも、明日再生して誰だろこの人ってなるの。もうちょっと覚えてもらえるように僕もインパクト出していきたい。波幸男チャンネルさんからのコメントで、口につけてるブリーフは軍勢製ですか、どうして僕が口元に白いものをつけてる時に、あこれマスクかもしれないなっていう可能性を消すの。ブリーフの可能性の方が低いけど、だいぶ変態仮面の正体バレバレバージョンじゃないんだから。どんなに人に覚えてもらいたいって思ってても顎でブリーフは履かない。小規模祭りさんからのコメントで、たまにはヒカキンさんの動画のコメントも読んでください。怒られるわ。なんで読むのよ、ヒカキンさんの動画のコメント欄。ラーメン食べてる動画で、そのエンディングで、じゃあコメント読んでいきますね。モフコかわいいです。どういう流れ？ダンソンさんからのコメントで、野良犬ですか？野良犬じゃないの。
なんで野良犬って勘違いしたの？そもそも犬じゃない。犬とも間違えないで、犬でもないし野良でもないじゃん。部屋にいるじゃん。自分の部屋じゃん。なぜかいろんな疑いかけられてますけども、自分の部屋でいる人、部屋人。マリアマリアさんからのコメントで、麦チョコ美味しいとありまして、これ本当問題作なんですけども、このチャンネルで僕ね、麦チョコを食べたこと多分ねないんです。だから結局ね、脈絡ないの。ヒカキンさんの動画のコメント欄のコメント読んでもあまり変わらないくらい脈絡ないですし、これが何が問題かってね、このコメントをくださった時の動画もラーメンの動画だったんですけども、その時のエンディングでね、麦チョコさんという方からのコメントを読んだんです。名前が麦チョコっていうだけね、内容は麦チョコ関係ないんですけども、その麦チョコさんのコメントを読んだことからインスパイアされて、麦チョコ美味しいって言っちゃってるっていう、もうコメント欄のコメント名に負ける本編の食レポ。